家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は生育が悪い玉ねぎを腐葉土で大きくするポイントについて紹介したいと思います。1月に入りますと小さい苗で植えてしまったり生育が悪い状態の玉ねぎは徐々に枯れてしまったり当該に遭い苗が欠損し始めます。1月後半から2月中旬までは寒い日が続きますのでなるべく株の欠損を減らしたいところです。その時にただ防寒するだけではなく株元をしっかりと保護することで育ちが良くまた寒さにも強い玉ねぎになっていくと思います。今日は小さい玉ねぎの対策についてご紹介していきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきますのでぜひご覧ください。では行ってみましょう。では現在の玉ねぎの状態を見ていきましょう。順調に育っている玉ねぎも被害が出てくる時期だと思います。こちらの玉ねぎをご覧ください。先端部分は枯れておりますが致命的被害は起きておりません。少し元気がないようには見えますが今のところ順調だと思います。これはちょっと肥料が効きすぎてるかもしれません。葉に波を打ってる状態です。こういったものは病気に感染する可能性がありますので定期的に見てあげましょう。一方こちらをご覧ください。こちらはマルチを使わずに育てていますがもともと苗が小さく植え付けに不向きなものをそのまま残して育てております。いくつか大きくなってきておりますがどんどん欠損してきておりますのでせっかくですのでこちらも長持ちをさせていきたいと思います。こちらは藁を活用した玉ねぎです。なんとこの玉ねぎが今のところ一番生育が順調です。他の玉ねぎと同じ苗なのでこの藁が防寒と乾燥防止などうまく効果を発揮している可能性があります。ということで小さい苗に関しては防虫ネットだけではなくこの株元の防寒対策もしっかりやっていきたいと思います。今回は小さい玉ねぎに関して対策をしていきたいんですが藁は購入しますと少し根が高くなりますのでコスパがいい腐葉土を使っていきたいと思います。1月になりますと雑草も枯れてきますのでこの腐葉土を使っていきますが最終的に土に混ぜ込めば土壌改善にもつながりますのでやっていきたいと思います。ちなみにこちらが市販の藁なんですがこれはだいたい300円から400円ぐらいします。玉ねぎをいっぱい育てておりますとかなり大量に必要になってきます。御座屋さんなどが近くにあれば安く手に入るかもしれませんが市販のものを購入するのであればかなり費用がかかってきますので今回は腐葉土を使っていきたいと思います。腐葉土でしたら質にもよりますが20リットルで数百円のものもあります。うまく活用してみましょう。ではやっていきたいと思います。ではこちらの腐葉土を活用していきます。先ほどの小さい苗の場所にこちらを使っていきます。では腐葉土を撒いていきます。全面に腐葉土を撒いていきます。少し厚めに巻いてみてください。株元を保護するように巻いてみてください。このように手で慣らしてなるだけ株元に巻いてみてください。このように対策できました。腐葉土が藁と同じ効果を発揮しますのでこのように対策してみてください。もしマルチをしている方で玉ねぎの状態が小さければマルチの上から腐葉土をかぶせても構いません。防寒、防風対策になります。やってみてください。上から不織布と防虫ネットを張っていきます。もともと防虫ネットだけだったんですが、しっかり不織布も張っていきたいと思います。
ではやってみます。覆いかぶせるように設置してみてください。家庭菜園の場合は玉ねぎを少なく作る方もいると思います。なるだけ株が少なくならないようにここまで厳重に対策してみてください。不織布をすると遮光が少なくなるかと心配される方もいらっしゃいますが、寒さや強風によって玉ねぎの苗が傷んでしまったら元も子もありませんので、このように対策してみてください。これで不織布と防虫ネットの二重掛けを終わります。ただしこの防寒は生育がいい玉ねぎにやってしまうと逆に育ちすぎてしまい遠立ちのリスクがありますので、小さくてひ弱なものにやるようにしてみてください。間違ってしまうと春先に遠立ちして味が落ちてしまいます。十分に注意してみてください。風が強い地域の場合は段ボールを増やして不織布ネット等が風に煽られないようにこのように固定してみてください。これにより風にも強く虫にも強くなります。雪にも強くなります。雪が降るような時には斜めに立ててネットが潰れないようにしましょう。このように立てます。今回の方法でしたらマルチがない方も試せると思いますので、ぜひやってみてください。それではコメントにご返信していきます。こちらの桑のメンテナンスについてコメントをいただきました。父から小さな畑を受け継ぎましたがメンテナンスに困ってましたというコメントをいただきました。桑については最近は安いものも多くなったのでメンテナンスしなくて購入する方もいらっしゃいますが、桑は大きな刃物なので分解してから捨てたり、捨てるために絵を切ったりして捨てることがあります。ということで廃棄も非常に面倒なことです。またやはり昔から使っているものを捨てるというのは愛着あるものに対してはできないと思いますので、メンテナンスをしてぜひ長く愛着を持って使ってみてください。ご先祖様から受け継いで農具についてはぜひ長く使ってみてください。コメントありがとうございました。今日は小さな玉ねぎの腐葉土でコスパが良い防寒対策を紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。